フォードフェスティバは、マツダと、キア自動車が生産し、フォードの販売網で、日本や米国などで発売された、サブコンパクトカーである。マツダが開発して、当時のオートラマで販売されていた車種。サンドアイハッチバックで、ブリスターフェンダーが、デザイン上の特徴である。直列4気筒最シーの 1100cc と 1300cc が用意された。また、 商用車仕様として、室内後部を過失優先の作りとした、フェスティバカーゴも存在した。エンジンは後に、ファミリアや、排気量を上げた手置きとなって、ユーノスロードスターにも採用されることになる、B 型エンジンで、これは、新規開発されたものだった。トランスミッションは、1100cc は4足マニュアルのみ、1300cc は5足マニュアルと3足 AT が用意。 されていた。ダッシュボード内にクーラーボックスを備え、リアシートのスライド機能やリクライニング機能、全席フルフラットにもなる多彩なシートアレンジメントが可能であった。これらの特色は発展型となるマツダデミオにも引き継がれることになる。キャンバストップと呼ばれるオープンカー気分が味わえるサンルーフとヨーロピアンテイストのスタイルが女性ユーザーに人気を集め、 日本フォードブランドで最大のヒット車種となった。尾崎亜美の音楽と共に、田中康夫がフェスティバの PV に起用され、キャンバストップを自分の言葉で語るなど、宣伝にも力が入れられ、オートラマオリジナルブランドの車両として、そのイメージを牽引にする役目を担っていた。代表格のキャンバストップの他に、車内からスイッチで、 コントロールできる減衰力可変式ショックアブソーバーを備えたスポーティーグレード S や各国フォード共通の最高級グレードであるギア中間グレードとも言える GL 連価グレードの L という展開で発売された。なおキャンバストップはキャンバストップグレードのみでだグレードはクローズドボディである。その後のマイナーチェンジでキャブレター車のオートチョーク化に伴い チョークノブの廃止、メーター周りの文字色と照明色の変更がなされ、ラグジュアリーグレード、ギアのシートが本側となる。新たにファミリア用 1.6L エンジンを、ショートストローク化した、1.3L88PS の、BJ 型 DOHC エンジンを搭載した、GT と、GTX なども追加された。当初、GT、GTX どもにクローズドボディのみだったが、 あとに、フェスティバ DC が発売され、CM ソングに、浜田マリのフォーエバーが起用された。また、モデル末期には、GTX をベースに、ドイツのスカラ社がデザインした、往年のアバルトやアルファロメオの雰囲気にも通ずる、ロッソコルサの外反色に、丸型ヘッドライトのフロントフェースを持つ、GTA が、300台限定で発売されている。 実際のレーシングカーの識別色よろしく鼻先のみ、白に塗り分けられていたが、派手な外観を好まない向きも考慮し、識別色な視野下一式のモデルも用意された。外販や前後バンパーの変更により、重量がわずかに増加しており、それに伴う排出ガス規制の重量ランクの変更による再申請を不要とするため、メーカー出荷時に、 エアコンは装着されておらず、ディーラー取り付けとされた。GTA の企画は、無類の円数ジアストとしても知られ、当時オートラマに在籍していた、中島秀幸が手がけた。1992年12月、生産終了。在庫対応分のみの販売となる。1993年1月、2代目と入れ替わる、形で、販売終了。 キアプライド韓国のキア自動車では、キアプライドという名称で生産、販売されていた。ボディタイプは3ドアハッチバックのほか5ドアハッチバック、4ドアセダン、ワゴンがラインアップされた。このモデルについては、キアブランドでの輸出と並行し、北米、台湾、オーストラリアなどをはじめとして、世界各地のフォードディーラー向けの生産やた。 自動車メーカーでの生産に関する技術共用キアが主導で行った。モデル末期には日本市場においてもキア製5ドアハッチバックと4ドアセダンが相次いで輸入され、それぞれフォードブランドでフェスティバ5、フェスティバベータとしてオートラマから発売された。なお、両社ともに左ハンドル仕様で販売されており、国内販売は低迷した。 海外生産が行われた拠点のうち、イランの自動車メーカーサーイパーでは、ハッチバックやセダンのほか、技術移転元の韓国同様多彩なバリエーションに、加え、韓国でも、設定のなかった、ピックアップトラックが用意され、2015年現在でも、外観のマイナーチェンジを受けながら、この型の生産、販売が続いている。なお、第2世代のプライドに関しては、 キアリオを参照のこと。マツダ121ヨーロッパ及びオセアニア地域に向けてはマツダ121としてマツダディーラーから発売された。特にオセアニア地域ではキア生産のフォードフェスティバと並行して販売されたためフェスティバとは販売面ではライバル関係にもあった。ラインナップはサンドアハッチバックのみだがキア生産者には設定のなかった。 キャンバストップが設定された。1991年、フルモデルチェンジが行われ、第3世代の121は、オートザムレビューベースへと置き換わることとなった。北米と、豪州市場の移行に沿う形で、デザインが大幅に変更され、クーペ風の外観になった。質感が低く大味なスタイリングと、後部座席の閉塞感が敬遠され、日本では、販売不振に陥った。 エンジンは1気筒あたり4バルブ化された直列4気筒再 HC の1.3リットルと1.5リットルを採用。シャシーは新たにマツダ D プラットフォームを採用しているものの基本的には DA プラットフォームに紹介量を行ったキャリーオーバーである。また旧型の GT、GTX にあたるスポーツモデルの設定がなかったため DOHC エンジンは搭載されなかった。 1996年に3代目にあたるフェスティバミニワゴンが発売されたが、しばらくの間は2代目も併売された。1996年7月、生産終了。在庫対応分のみの販売となる。1997年12月、既存の3代目に統合する形で販売終了。キアアベラ2代目も、 キアからアベラの名称で生産された。プライド同様、こちらにも5ドアやセダンが存在する。ちなみに、アベラは新規車種としてプライドと併売された。途中のマイナーチェンジでデルタの名に統一された。アベラもプライドと同様にアメリカへ輸出され、フェスティバの後継者としてフォードアスパイアの名で販売された。台湾でも、 フォードフェスティバとして販売されたり、オーストラリアやニュージーランドでは、フェスティバの名称で、右ハンドル仕様が販売された。正確には、フェスティバは2代目で終焉を迎えることになったが、モデル末期に、マツダデミオの OEM 車両として併売されていた、フェスティバミニワゴンがフェスティバの名称を受け継ぐことになった。しかし2002年に入り、フォードジャパンが、 OEM 車両の併売から、欧米車のみの販売へと方針が転換され、本家、デミオのフルモデルチェンジと、新型フィエスタの輸入開始を機に2003年9月に、生産を、同年12月に販売を終了し、17年にわたる、フェスティバの名称が消滅した。フェスティバとは、英語で、祭りを意味する、フェスティバルから取られたもの。ありがとうございます。